絶望プリズン。よっしゃー、つばさくんが口を呪われた状態で発見された。口を呪われたっていうところがさ、なんか犯人の口を塗ったっていう行動に出た犯人の思惑は何なんだろうな。翼くんの口を封じて、何、口を封じる、何なんだろう。翼くんのことに嫉妬した男なのか、それとも翼くんのことを独り占めしようとしている女の犯行なのか。さてどうすればいいんだろう。でもどこ探索、とりあえずあれやな、現場見なあかんか。現場もまだ見てないわ、よう考えたらまだ。ここよ。現場見てないのにさ、推理なんかできるわけないだろうって話やもんな。どこにおったん？どの辺におったん？スマホがあるな、とりあえず。このスマホは、血がついてるってことは、つばさんの君のものなのか。あ、弓道部らしく、なんか矢があるし。スタート画面が、活かしとるなぁ。ロックがかかっている。ロックがかかっているのなら、中を見ることはできないなぁ。ロックかかってなかったら中身見るまんまだったんじゃん、お前。やめろ、プライベート覗き気だったんや、お前。他は、なんこれ。なんで、的の周りがすごい光ってんだろうな。おい、どうした、お前。なんか、さて、現場を調査していきましょうか。いや、やってるわ。俺はもうやってるわ。スマホ落ちとったけど、調べてみたらロックかかっとって入らんかったわ。つばさくんの口を塗った犯人は一体誰なんでしょう。なぜ口塗ったんだろうなっていうところもあるけど。やはり事件の調査はテンション上がりますね。不謹慎やな、お前。この状況でテンション上がるとか。この人、やっぱり普通じゃないよな。逆に普通じゃないところを見てない気がするな、こいつに関しては。口を縫うなんて、翼を襲った犯人はヤバすぎるだろう。そうだね。これはドッペルゲンガーの仕業なんだよな。早くドッペルゲンガーを見つけないと。あ、そうか。ドッペルゲンガーやけんな、やったんは。あくまで。そう、ドッペルゲンガーの元になった人がどう思ってとか、そういうの関係ないんか。な、これ。破れた紙。猫の模様が可愛いデザインだな。血がついてるってことは、これは翼のものなんじゃないか。あ、女の子からもらったんか。ラブレターか。あいつモテるからな。嫉妬であんな目に遭わされたって考えるのが普通っていうか、道理なんだよな。多分そうですね。ん？何か書いてあるみたい。大好き？これは、むしろラブレターでしょうか。まあ、翼はモテるからな。ラブレターをもらってもおかしくはないよな。でも、どうしてこんなビリビリに？さあ、気に入らない女子からもらったんじゃねえの？そんな性格悪いやつだった、翼くん。猫が抱えた。猫ね。わ、猫っぽいやつおるわ、そういや。同じクラスに猫っぽいやつおるわ、そういえば。いや、関係ないかもしれんけど、いや、関係なさそうやけどさ。他になんかないかな。適当にクリックしよったらなんか見つかる説。適当にクラックしよったらなんか見つかる説。あ、一回調べたところはもうクリックしても何もなら、どうした？お前の話は聞いてね。え？これ顔タップせんかったら、話危険感じなんだ。アホなんじゃ。体タップしても何も反応ないやな。オッケー。あ、血がついてるな。な。それだけか？あ、それだけか。お前はいいんじゃ。もうここは調べても何も出てきそうじゃないな。他は？どこ調べればいいんだろうな。現場以外、なんこれ、ポスターら。ゴシップはどうでもいいや。ゴシップはどうでもいいわ。現場以外になんか、聞き込み調査か、これは。どっか誰か話聞ける人おるかな。なんかすごそうなとこ来ちゃった。理事長室に来ちゃった。
理事長なんも知らんだろ。理事長こんな人だった。理事長なんか一括、昔、なんか元ヤンだったみたいな感じにやってるんだよ。絶対元ヤンだよ。若い頃にバイクブイブイ言わせてから走ってたよ、これ。なんだ、君は。何の断りもなく、勝手に理事長室に入ってくるなんて。君は、常識がないのか。すいません。適当にタップしたら理事長室だったんです。すいません。確かに何も必要ないのに理事長室入ってきましたね。すいません。すいません。ここは、理事長室だったのか。まあ、転校して初日やもんな、これ。何をぼーっとしている。早く出て行きなさい。はい。いかついやつがトップ取ってんな、俺。関係ないな、絶対ここ、演劇部。人に聞き込み調査しに行った応援でね。あ、こいつなんか、おにぎり台無しにされたパターンのやつだったな、こいつ。この人は、確かクラスメイトの、デグモだったっけ？サナエさんだっけ？なんか、独り言を言いながら笑ってる。そっとしておこう、そっとしておくんだよ。あやいがさ、つばさくん、君はモテモテ、つぶさくん。ん？もう片方は何度も書き直した跡があるな。誰かがつばさくんの隣を取り合ってるのか？わあ、嫉妬の匂いが。嫉妬の匂いがプンプンするわ。きよこ。確か、クラスメイトの、何て読むんだろうな、結局これ。読み方振ってほしいな。キヨコさんだっけ？机に座って勉強しているみたいだ。集中してそうだし、話しかけないでおこう。うん、オッケー。そうなるとどうすればいい？お前、あ！静香ちゃん！ふんふん、かわいいなあ、静香ちゃん。ただな、静香ちゃんさ、前回、前からさ、腹黒女説が自分、俺の中あるからな。この人は？確か、クラスメイトの西村静香さんだっけ？画材の整理をしているようだ。彼女は美術部なのかな？邪魔すると悪いし、話しかけないでおこう。うん。校内一の美少女の友達面をしたいからね。俺はガンガン話しかけていきたいんだけどね。ゲームのシステムが許してくれないからね。話すっていうコメントはないからね、このゲーム。残念ながら。話しかけないでおこうっていうね。両親がね、主人公の両親が。石像が。こっちも誰かおるな。誰だ、お前は。ああ、そっか、お前らか。生徒会だったっけ、こいつら。あれは確かクラスメイトの内宮さとみくんだよな。なんだ、転校生じゃねえか。え、会長に用事か。いや、会長は忙しい人だ。もし何かあるなら俺に言え。でも何もないから大丈夫。そうか、もし何か困ったことがあれば言えよ。ありがとう。なんか怖そうな見た目してるけど、案外優しい人なのかも。けどもしかしたら、裏では2チャンネルとかで、暴言吐きまくってるのかも。あれは？確かクラスメイトの黒木文さんだよな。どうかしたんですか？え？生徒会に何か用事があるんですか？いや、別にそういうわけでは。そう。転校初日ですから、わからないことだらけですよね。私はこれから会議があるので、学園の案内はできませんが、自由に散歩してみるのもいいと思いますよ。あ、それはゲームの進行的な話をしてるのか？わかった。どうも。さすが生徒会長。なんかしっかりしてる。でも、もしかしたら、家では意外と BL 小説とかが書いてくるかもしれないな。まさかな。屋上、こんなところ見た。なんだなんだ、え、なんか適当に触ったら、なんかなんだこれ。栗田西か、
そういや、確か、おもたっていうさ、ギャグ漫画病院に出てきそうな名前のやつってさ、じゃあ、栗山おもたって言うよな。最初の一文字と最後の一文字だけ残して、あと、西から始まるやつ誰かおったっけ、ちょっと確認してみよう。あ、静香ちゃん、西村静香で、静香ちゃんで、名簿なんかな。これもしかしてこれもしかしてさ、ここに、男女の名前書いて結んだら、その男女はカップルになれるみたいな、そんな縁結び的なやつなん。思ったお前、静香ちゃんと仲良くなりたいからって勝手に結ぶなよ。本人の許可取れよ。おいおい、どんだけ頑張ってもお前は無理だよお前聞いて、ちょっとヒント見てみるか。ちょっと探しようがないっていうかさ、部屋の中を探してみよう。探したな、部屋の中もう探したと思うけんな。うん、スマホはもういいよ。あ、通知来てるんか。あ、2回触らんかったらなんか大きいみたいなやつあるんだよ、これ。ん？ SNS の通知が来ているみたいだ。昨日言ってたすげえて秘密ってなんだよ。早く裏掲示板更新しろよ。裏掲示板！裏掲示板！まさか、本当に裏でなんかやばいこと陰口叩いてるんじゃないだろうな。あれ？翼くん、闇の翼くんじゃないのこれは。何やら怪しい匂いがプンプンしますね。怪しいやつが怪しいって言っちゃっただからもう怪しいんだろうな。スマホの中を覗いちゃいましょう。そんなこと勝手に。真実を暴くのに犠牲はつきものですよ。はあ、こうなったら白は止められねえぞ。ん？うん、それさっき、白？それさっき俺言ったぞ。それさっき言ったぞ、俺。これ持って、あれ？ロックかかってるって言ったぞ、お前。今からは何、お前。うん？今気づいたみたいな感じの言うの言ってんだ、お前。そうなんだ、そうなんだって、お前。そうなんだって、お前さっき見ただろ、お前。それに関しては。じゃあ、やっぱり諦めるしか。いや、どこかにパスワードのヒントがあるはずです。諦めたら試合終了ですよ。お前、スラムダンク読んだだろ。絶対お前、最近スラムダンク読んだだろ、お前。わかったよ。パスワードのヒント、そんなものあるかな。現実だったらさ、そんなもんないんやけどな、普通は。でもこのゲーム、これゲームだからね、探索ゲームだからね、探せば見つかると思うんだよな。紙とかに書かれてたそうやな、なんかパスワードって言われたら。おわー、もう見つかった可能性。え、ちょっと待って、俺、ゴミ箱をタップしたはずなのにさ、えらい違うところ出てきてない？これ。俺、ゴミ箱タップしたはずなんやろな。あれえらい遠いところのもう目に入ったな。このステッカーどこかで、そんだけステッカー、存在感あるか。うん、一緒やな。じゃあ、これは、翼くんのロッカーか。え、覗くの？この流れ中覗くの？それはプライバシーだよ。やめよーよー。スマホだけにしとこうよ。なるほど。もしかしたらここにパスワードのヒントがあるかもしれません。他人のロッカーを勝手に見るのは気が引けますが、ここは仕方ありませんね。いや、お前楽しんでるだろ。最後のオープンマーク楽しんでることが表に出てるぞ、お前。お前、全然そんな風には見えねえけどな。覗くんだ、覗いた。めっちゃいろいろ。うわ、しかもこれ、女の子からのプレゼントだ。手紙とかばっかや。モテオは違いますね。先生にもうちょい大きいロッカー用意してもらわんかったらあかんな。これは、うわ、物がご、あ、ちゃうわ、間違えた。うわ、物がごちゃごちゃしてるな。結構散らかってるね。翼くんってしっかりしているイメージでしたけど。あ、シローくんだったらこれ。シローは出てきてる。シローって言ってくれんかったらさ、ちょっと声を分けとんやけんさ。翼くんってしっかりしているイメージでしたけど、案外ズボラなんですね。
くくく、まるで白の部屋みたいだな。僕のことはいいんですよ。早く何か手がかりがないか調べてみましょう。うん。こうなんじゃ。これはさ、毎日もらいすぎてもらいすぎて困っとる感じのやつじゃないかなって思うやけどな、俺は。なんか手紙あるな。契約書？このくしゃくしゃした紙は、スマホの契約案内書だな。あ、初期パスワード9999。あー、そうか。ズブラやけん、そういうパスワードとかこまめに変えるめんどくさいタイプの人間だな。いや、いちいち細かく変える人って逆におらん気がするけどな。つい最近、スマホを変えたんでしょうか？あ、そうか、そういうことか。そうみたいだね。もう、ざるやな。パスワード、いや、普通の契約書ってそんなパスワードさ、ドドって目立つような書き方せんと思うけどな、俺。いくら契約書でもさ。よっしゃ、9999だったわ。これでさ、実はさ、4桁のパスワードじゃなくてさ、点と点をつなぎ合わせて線作るような感じのパスワードだったらさ、あれってなるからね。そっちって。あったあったあった。あったかなってさ、バリバリさ、主張しとったわ。ここだよ、パスワードはここだよってぐらいでかい文字で書いとったわ、お前。あ、開いた。まさかパスワードが初期設定のままだったなんて。パスワードを変更してないとか。翼のやつ、どんだけズボラなんだよ。確かに。そこは自分の好きなもん入れるとこなんやけどな。俺だったら誕生日とかさ。あ、誕生日はやめといた方がいいな。まあ、でもそのおかげでスマホを開けたんですし。さっきの SNS を見てみましょう。おう。うん。アカウント名は、海進学園裏情報屋。裏情報屋。学園のゴシップをまとめたアカウント。えぐい噂話をどんどん発信するぞ。翼くん。なんかいつもサングラスかけてるなって思っとったらさ、そういうスパイ的ななんか、エージェント的な感じだったん？これは、翼がこんなアカウントを運営してたなんて、意外だな。なんかいろいろやばいことが書かれてありますね。3年 B 組の担任は不倫しているらしい。いや、ガチでさ、フライデーなんやけど。翼くん将来的にフライデーの記者とかになりそうやな。みんなで追求して退職に追い込もう。立ち悪い。えらい立ち悪いことしようでねえか、お前。1年 A 組のあの子、遠行しているらしいぞ。やりまんだから、すぐにやらせてくれるかも。まったくやで。まったくもってえぐいな。人の人生、歪ませそうな感じのこと書いてるよ。事実だとしてもさ、いつもの爽やかな彼からは、いつもの爽やかな彼からは想像できないです。アビリバボ。確かにな。最後の投稿は、またやばい秘密が手に入った。意外すぎて俺が一番びっくりしてるかも。キモいを通り越して笑っちゃうぜ。まあ、乙女心を笑ったらかわいそうか。次の投稿を楽しみにしていてくれよ。そうか。これあれか。そうか。翼くんの口をさ、塗ったってもさ、つまりこの次の情報をさ、言われたくない女の子がおって、それをさ、口封じのためにさ、口を塗ったんじゃ。口を塗ってそういう意味があったんじゃ、これ。ってことはさ、これ、次のネタの元ネタになった人、女の子が犯人やな。翼くんの口を塗った犯人やな、これ。女の子やな、これ。ここで、投稿は止まってるな。このやばい秘密って、なんだろう。乙女心か。さっぱり、わかんねえな。おやおや、
DM の通知が100件近く聞いてますよ。これはすごいことになってますね。どうやらすべて一つのアカウントから来ているようです。一つも既読になっていないってことは、翼はこいつを無視してたのか。わ、これ DM の送り合い相手がさ、まさにその女の子かもしれんな。乙女心を見抜かれたっていうかさ、バカにされた記事のネタにされそうになってる女の子かもしれんな。やめてみたいな感じのことを100件近く言っとんやけど、それをことごとく翼くんが無視しとるような感じじゃないかな。なんか宗教やってるかな。もしかしてこの女の子は宗教やってるかな。あなたは騙されている、私はあなたを救いたいだけなの。なんかちょっとメシアか、メシアになんか心を動かされてるのか。なんか宗教やってない。 いえ。ねえ、お願い、返事をして。どうして無視するの。なんで私を苦しめるの。言ってもわからないなら、もう手段は選ばないから。本当は翼くんにこんなことしたくないけど、しょうがないよね。愛だもんね。なんだこれ。脅迫？ちょっと危険な匂いがすんな。それに、あなたは騙されているって、一体どういう意味でしょう。なんか翼くんとこの犯人の女と、もう一人誰か関わってそうやな。まあ正直よくわかんねえけど、なんかやばそうだってことはわかるな。とにかく一度状況を整理してみましょうか。そうやな。翼くんはイメージの爽やかすイケメンと違い、やばい情報を流したり脅迫を受けたりと裏がある人のようです。そして翼本人は口を飲まれた状態で発見されたんだよな。犯人は翼くんを相当恨んでいたのかもしれないですね。いや、知れないじゃなくてマジそうやけんな。完全に手口、口を塗った動機ってのがさ、バリバリ分かってきたもんな。口を塗る必要な。まあ翼が裏掲示板でこんなことをしていたからな、誰かの恨みを買ってもおかしくはないだろう。じゃあ犯人は翼くんを恨んでいた人物。犯人といえば、翼くんが発見される前、弓道部の部室は鍵がかかっていましたよね。そうなんじゃ。知らんかった。ああそうかそうか、早く鍵をみたいな感じのこと言おったっけ。ということは現場は密室だった。犯人は犯行の後、入り口に鍵をして逃げたわけですね。だとすると、部屋の鍵を持っていた人が怪しいってこと？そうだな。鍵を持っていた人か。誰だったっけ？オモタだったっけ？と、確かルイっていうマネージャーの子もおったけど、あれどっちだったっけ？確認してきた。オモタだったな。鍵持っとったんは、今日当番が。当番やけんさ、そうやな、まあとりあえず当番やけん、やけんまあ思ったの鍵をさ、勝手に持ち出してやったっていうこともありえるっちゃありえるんよ。だからね、あの弓道部の関係者っていう戦艦になって関係者だったってまあ何せよ思っただったわお前ら外にできたな。確か鍵を持っていたのは弓道部の部員だったよな。オモタっていうやつなんやな。あの逆漫画美容に出てきそうな見た目のやつなんですよ。そうだね。手当たり次第弓道部の部員に話を聞いてみようぜ。オッケー。鍵を持っていた人物ですか。翼くんを発見した時、部室の鍵を開けたのは誰でしたっけ。鍵を開けたのはロイくんやな。ただ鍵持っとったのはオモタで。だからさ、この二人あたりには話しかけとかなあかんな。おるだろ、どっか。おったわ。あれ？翼ちゃんの隣か。翼ちゃんだな、ちゃうな、これ。間違えたか。あ、思った。この教室おったん。あれは？思ったくんですね。
いい加減、アフロの上に帽子乗っける、そのファッション、ダサいってことに気づかないんですかね。さっき、翼くんを保健室に連れて行ってましたが、帰ってきたんですね。そういえば、部室の鍵を持ってきたのは、思ったじゃなかったか。そうなよな。そうでした、そうでした。少し話を聞いてみましょう。もしその鍵を使って犯行に及んだとしたら、鍵当番が思ったってことを知っとるってことになるよな。当番制らしいからな、鍵。思ったくん。ほう、どうした？今日も静香ちゃんと話せなかった、うまく話せなかったってことで落ち込んでるのか。それにしても大変なことになりましたね。ひどすぎるよ。翼が、あんなことになるなんて。実は僕たち、翼くんの事件について調べているんですが。確か、尾本くんは、物質の鍵を持ってましたよね。そうだよ。俺が今日の、鍵当番だったからね。俺たち、弓道部は、毎日交代で部屋の鍵を管理しているんだ。だったらさ、尾本が鍵を持っとるってことを知っとかな、今回の犯行できんかったと思うよな、俺は。へえ、そうなんですね。なんだよ、その反応。まさか俺を疑っているのか。いや、お前みたいなさ、なんか、冴えないやつが犯行とかしそうじゃないから大丈夫。別にそんなことは言ってませんけど。事件が起きたとき、部屋は密室でしたよね。だったら、鍵を持っていた尾本くんを疑うのは普通だと思いますが、正論である。俺は犯人じゃない。本当ですか？何か焦っているようにも見えますが。俺は翼が見つかる前、弓道場でみんなと一緒に練習していたんだ。弓道部のみんなに確認してもらってもいい。ふむ。じゃあ、尾本くんにはアリバイがあったということですか？これは困りましたね。じゃあ、尾本くんは犯人じゃないってこと？いや、でも、やっぱり鍵を持っていた尾本は怪しいよ。なんだよ、お前ら。俺、翼にそんな変な気持ってないよ。俺は翼の友達だぞ。一線を越えて、恋人になろうとか思ってないぞ。尾本、そっち路線は誰も考えてないから安心してくれ。変な言いがかりをつけるのはやめてくれ。じゃあ逆に尾本くんは誰が怪しいと思いますか？俺が怪しいと思う人？それはポン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 。マック超えてるの。ポン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 。何か心当たりがあるの？あまりこういうことを言いたくないけど、翼は誰にでも優しくていいやつだけど、女関係でちょっと問題があるんだ。ほう？女関係？で、なんでお前さ、女関係のことを思い出すときにハンバーガーのことを思い浮かべたんだ、お前。ほら、あいつモテるだろ。それでいつも女子の間でいざこざが起きてるんだよ。だから翼を襲ったのは女子を誰かなんじゃないかなと思う。なるほどなるほど。ごめんな、思った。状況証拠からして女の子やろうなって俺も思っとった。お前が言うまでもなくな。と、誰かく俺は関係ないからな。俺は別に翼と恋人になりたいとか思う、そういう男同士のあれとか考えてないからな。めっちゃ走って逃げるやん。怪しいな、あいつ。今のトタタタタタって言う逃げるように去っていったことやぞ、お前。怪しいな。言っちゃったね。尾本のやつ、相当怒ってたな。何？これも足音？ああ、マネージャーくんじゃ。おやおや、ロイくん。あ、シロくん、キスケくん。なあ、翼はどうなったんだ？病院で、
治療を受けてるんだけど、まだ意識が戻ってないみたい。そうか。そういえば、さっき四方田くんと何か話してたの？すごい勢いで走って行ったけど。ああ、それはですね、犯人は四方田くんじゃないかって疑ったら怒ってしまって。いや、この分だけ聞いたらさ、そりゃそうだろうって思うけどな。え？四方田くんが犯人？ああ、翼が発見された時、現場は密室だったろ。だから鍵を持っていた四方田が怪しいって思ったんだ。思っただけに？思っただけに思っちゃ、思ったんだろうか。思っただけに思ったんか。そうだったんだ。あ、ルイ君、今のだけで面白くなかった？ごめん。あ、そういえば、どうした？ん？どうかしたんですか？以前、小野田君が陰で翼君の悪口を言っていたのを聞いたことがある。やめろお前。その顔でさ、その文章出すな。その顔ずるいだろお前。ああ、ナチュラルに本当にやりそうな顔やけん、余計笑いだからやけど、似合いすぎだろお前、その顔。その表情似合いすぎだろお前。え、小野田くんが悪口？あいつさっき翼とは友達だって言ってなかったか？うん、僕も本人から聞いたわけじゃないんだけど、二人が中学の頃、小野田くんには相当好きな人子がいて、それを翼くんに相談していたらしいんだ。うん。でもその子は翼くんを好きになってしまって、結局翼くんと付き合ったみたいなんだ。ああ、嫉妬か。モテない男の僻みってやつだな。横取りされたってことか。小野田くんはその時のことをずっと根に持っていたみたいだよ。根に持ってる顔してるわ。まあそれだけで小野田くんが犯人とは言い切れないけど。なるほど。しかしそれは有力な情報ですね。そうだね。小野田くんにも翼くんを襲う動機はあったってことか。ということは小野田くんがドッペルゲンガーなのか。忘れとった。このゲームドッペルゲンガーだったわ、もう犯人が。だからさ、言ってしまえばこのドッペルゲンガーの元になった人間がさ、どう思っていようがさ、そのドッペルゲンガーに関係しとるかって言ったら微妙なとこやな。どうなんだろう、証拠、結局証拠がどう話してるかって、証拠がどう表してるかってところがあると思う。ところで君たちはこの事件の犯人を探してるんだよね。うん。僕もこんなことをした犯人が許せない。だから僕も犯人を探してみるよ。また何か分かったら共有するね。ありがとうございます。お互い頑張りましょう。そう言ってルイ君はどこかへ行ってしまった。あ、ちょっと後ろの画面じゃさ、まだ思ったおるんやけど、思ったの残像残っとるんやけど。だからやめろってお前、ちょいちょいその悪い顔した重たや、悪い顔の重た出すにやめてくれ。ふむ、今日今のところやはり重たくんが怪しそうですね。犯人じゃなくてもなんか関わってきそうな感じはするな。うん。重たくんが物質の鍵を持っていたのは事実だし、翼くんを襲う動機もあったからかなり怪しいよ。というか犯人を犯人に協力したっていう可能性はあるな。なんか鍵を渡したっていう線はある気がするよな。なんせ翼くんに嫉妬しとったわけやけんさ、その翼くんへの仕打ちを代わりにやってくれるって考えたら、鍵を渡す動機にもなってきてるんよな。結託しとる可能性があるな、その犯人の女の子と。もしかしたらさ、主田が好きだった女の子がその犯人の女の子で、申し出を断れんかったっていう可能性もあるな。でも怪しいのは主田だけとは限らないぜ。翼は女関係に問題があるってことも言ってただろ。そうでしたね。それにどうした？圭介君、
そんな考え込んでどうかしたんですか？そういえば、そもそも物質の鍵ってさ、一本しかねえのか？あ、でもそうか。どうなんだろう。合鍵をもしかしたら、みんな知られんうちに作っとる可能性はあるんか。もともと一本だったとしても。え？どういうこと？ほら、スペアキーとか、学校でも保管してあったりするんじゃないかなって。なるほど、スペアキーですか。それは盲点でした。あ、意外と思いつかんもんやな。言われてみればそうやなってなるんやけど。もしスペアキーが誰かに持ち出されていたら、尾本君が犯人とは言い切れなくなりますね。確かに。だけど、スペアキーなんて一体どこにあるんだろう。そうか、スペアキーの存在か。しかもこの犯行のためにもしかしたら新しく作ったって可能性もなくはないよな。理事長、どう思いますか？あ、ごめんなさい。